んにちは。生物基礎、今回は第5章植生と遷移の第1節から、日本のバイオームです。日本は年降水量が多いため、主なバイオームは森林になります。どのような森林になるかは年平均気温で決まります。南北に長い日本列島は緯度の違いと標高の違いにより気温が多様です。緯度の違いによって生じる水平分布と標高の違いによって生じる垂直分布が見られます。日本は気温の変化が大きい温帯に属します。そのため気温の違いによって照葉樹林、花緑樹林、針葉樹林が見られます。地球の北半球に広い分布域が見られるのが照葉樹林、花緑樹林、針葉樹林です。日本もその北半球の温帯域になります。気温の変化が大きく多様な森林が見られます。緯度が高い地方は寒冷であり、緯度が低い地方は温暖になります。北海道北東域には針葉樹林が、北海道南部から東北地方には花緑樹林が、そして関東地方から屋久島には照葉樹林が、屋久島より南の島々には亜熱帯タウリンが見られます。南西諸島の河口域ではマングローブが発達しています。群系図全体の中で日本に見られるバイオームは亜熱帯タウリン、照葉樹林、花緑樹林、針葉樹林になります。日本列島の南から亜熱帯タウリン、照葉樹林、花緑樹林、針葉樹林とバイオームの水平分布が見られます。一般に気温は高度が 1000m 増すごとに5から6度 C 低下します。そのため標高によってバイオームが異なります。これを垂直分布と呼びます。低い方から丘陵帯、山地帯、亜高山帯、高山帯に分けられます。日本では最も低い丘陵帯には照葉樹林、それより高い山地帯には花緑樹林、亜高山帯には針葉樹林が見られます。森林限界を超える高山帯には高山草原が見られるようになります。南北に長い日本列島では緯度に対応する水平分布と標高に応じて変化する垂直分布が見られます。南の丘陵帯には亜熱帯タウリンが見られますが、本州南部では照葉樹林、北部になると花緑樹林となります。北海道では針葉樹林が見られるようになります。また本州中部でも標高が高いと針葉樹林が見られます。